湯むきトマトを刻みます。はい、鍋を熱して油を垂らします。刻んだニンニクを入れて炒めてまいります。香りが立ったらトマトを加えます。酢、塩、砂糖、レモン汁を絞って、胡椒、トマトケチャップを合わせます。完成です。フライには最高のソース。美味しい。